で、そしたらここをつなげていくんですけども、つなげる前にファスナーをつけてしまいたいと思います。で、こう見た時にここのファスナーの周りですね、ここが表面、表の編み方になっている方を上にします。こんな感じ で、後ろを見るとこっちが裏になります。この足の上にこう筋があると思うんですけども、これが裏ですね。で、こっちを表にしてここにつけていきます。で、付け方はどんな感じでもいいんですけども、例えば縫い付けてもいいですし、グルーガンで付けてもいいと思います。あとは裁縫上手とかでぐるっと一周つけていただいても大丈夫です。お好きなようにつけてみてください。私は裁縫上手でぐるっとつけて、その後アイロンをかけて固定をしていきたいと思います。こんな感じでつけてきたら、後ろからアイロンをかけてちょっと留めておきます。はい、後ろからアイロンをかけて留めてきました。で、こんな感じですね。で、そしたらこれとこれを、ここの部分ですね、ここをつなげていきます。で、こっちが表でこっちが裏になります。裏にはこの模様の上にポコポコっと横に渡るような感じで筋が入っていると思います。で、こっちは筋がない方ですね。これが表になります。で、こんな感じでつけます。で、後ろからとじ針に残っているエコンダリアをつけて、で、一度隠しておきます。後から糸処理をしなくていいように。で、こっちは10目あります。頭の部分が10目で、こっちは10段あるんですけども、まあ大体で大丈夫です。大体のところにかがるような感じでつけていきます。で、最後は2回ぐらいかがって、で、後ろで糸処理をします。で、そしたら反対側も同じようにねじれないように、こんな感じでつけていきます。
くるっとつけたら後ろでまた糸処理をします。では次は一周細編みを編んでいきます。まずはファスナーの部分からですね。まずはこのファスナーの一番端の目になります。ここから72目細編みを編みます。一応心配な方はここからずーっと一番端のところですね、ここまで数えて72目あるかどうか数えてから細編みを編んであげるといいと思います。それか数えながら編んで、もし72目なければと一番最後とかで増やしてしまっても大丈夫なので、72目になるように細編みを編みます。ではここが端になるので、ここにちょっとピッとあります。それの隣ですね。ここから糸をつなげて、で細編み1目、72目細編みをまずは編んでいきます。はい、72目編んできました。で次はこちら側ですね。でこの模様があるすぐ上から私は編み始めます。ここから一つずつ取ると90目になるんですけども、心配な方はこう例えばこことかここからスタートをして、で一目ずつ取った時に90目になるところがどこか数えておくといいかなと思います。結構ずれたところで90目になるとここが間空いてしまうので、一目ずらしてあげたりとかして、でスタートの位置をちょっとずらしてあげたりするといいかなと思うんですけども、目だけ間違えないようにしてみてください。では私はここから、もし合わないなという方はできれば数えながら編んでいただきたいんですけども、合わない方は最後に2目ぐらい同じ目に入れてしまっても大丈夫なので、とりあえず90目ですね。こちらの部分は90目細編みを編んでいきます。1、2、3で割ってあげたり間に入れたりという感じで編んでいきます。はい、細編みを90目編んできました。90目編んだら一番最初の細編みに引き抜きます。チェーンつなぎではなく引き抜いてしまって大丈夫です。でそしたら糸処理できるぐらい残してカットします。で糸を抜いて後で糸処理をしておきます。で今こちらからずっと編んできて、ぐるっとここの部分には72目、でここからは90目編んでいます。で今度は反対側も同じように編んでいきます。こっちが72目拾いながら編んで、でこっちは90目。で心配な方は最初に数えてマーカーなどをつけて、ここからここまでという感じで編んであげるといいと思います。では72目と90目一周編んでいきます。はい、一周細編みを編んできました。でそしたら一度スチームをかけて編み地を整えておきます。で他の部分は糸処理をしておきます。はい、アイロンをかけてきました。でそしたらここの部分にこのつまむ部分をつけていきます。ファスナーとこの横の模様の部分の真ん中あたりですね、ここに縫い付けちゃいます。半分に折っているので後ろも一緒に
鎖を入れて、で縫い付けたあたりに真ん中くらいのところに縫い付けます。大体で大丈夫です。でこんな感じで縫い付けたら、この上に D カンもつけていきます。これも真ん中あたりにちょっと中を通してずらしてあげてから、D カンを縫い付けます。でしっかり縫い付けたら、後ろで糸処理をします。でこんな感じですね。反対側も同じようにつけていきます。こちらにも同じようにつけて、で D カンもつけておきます。はい、両方つけてきました。でそしたらこれの周りに縫い付けていきます。でつける場所なんですけども、こう見た時にどっちが上かっていうので、ここが下になります。こっちが上ですね。交差編みを編んでるんですけども、頭の部分を見るとちょっと間が空いてるような感じになっています。こう少しだけ V というか、ここに穴が開いているんですけども、穴が開いているのがある方が上側で、下側を見るとこう切れ目が入っているのがこっちは下にありますね。なのでこれが下になります。で裏を見ると模様の上にこう筋が入ってると思うんですけども、これが裏になります。筋が入っていない方が表で、この V っていうのの少し切れ目が入ってるのが上側にある方が こっちからどんどん編んできたっていう感じですね。でまずは角を見ます。角を見てここがつなげたところになります。でつなげた隣が細編み一目だけ一つの目に入っています。その隣一つの目に細編みが2目入っています。
角には2目1目2目と編んだところがあるんですけども、これが引き抜いたところになって、で1つの目に細編みの頭が1目2目とあります。で引き抜いたところがあって、これが細編み1目1つの目に入っています。でこう見ると1つの目に細編みが2目、2目入っているその下から、2目入った下から数えて10目目にマーカーをつけます。2目の下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目目にマーカーで、今度は反対側の角を見ると、1つの目に細編みが2目で、ここがちょうど中心ですね。1目で、その隣1つの目に細編みが2目入っています。2、1、2と編みました。その2目入っている下から数えて10目目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、でマーカーからマーカーまで72目あると思います。心配な方は数えておいてください。でマーカーの下からマーカーの下まで、ここが90目あります。これも心配な方は数えておいてください。でもう1枚も同じようにマーカーをつけておきます。でそしたらこちらのつなげたところからつけていきます。つなげたところがここになります。一番最初糸をつなげたところですね。これが最後に編んだところで、ここ引き抜いたところ、線がちょっとピッとあります。でもし心配な方は、ここから72目のところにマーカーをつけておいてください。最初の目と72目数えて72目のところに。でそしたら最初のところに一応このマーカーをつけておきます。これ反対側も同じですね。私はここからスタートをしています。でこれが最後の目、目と目の間に横にピッとつなげたところがあります。他の部分は目と目の間に横に渡ってるのがないんですけども、ここにはありますね。ここからスタートをしてここで終わってるという感じなので、ここに一応マーカーをつけておきます。でそしたらこれをかぶせてマーカー同士を合わせます。こっちはつけてないんですけども、心配な方はこう数えてマーカーをつけておくといいと思います。ここから一目ずつこうした場合、表を見ながらこうかがっていきたいんですけども、まずは90目かがってから72目、一目ずつですね、かがっていきます。ではまずは長く残っているエコンダリアを出して、で後ろでちょっと糸端を隠しておきます。これ細編みとか引き抜き編みでも、と付け方は自由なんですけども、私はかがってつけようと思います。そしたらマーカー同士からこことここを合わせて、最初2回ぐらいですかね。ここを混ぜるので実際は91目つけることになります。1目ずつとりあえずかがっていきます。頭
全部に針を入れてしまってかかっちゃいます。巻きかかる感じでつけていきます。はい、ぐるっと91目今編んできました。で、そしたら上の部分が今度は71目ですね。最後までつけていきます。で、もし一目合わないなっていう方は、どこか最後の方、この辺とかで、まあ2目一度してしまうとか、2目に一目だけ入れてしまうとか、ちょっと調節をしながらつけてみてください。で、反対側も同じようにマーカーとマーカーを合わせてぐるっと一周かかっていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。大体サイズが横が26センチ、高さが17センチで、まちが6.5 センチで、ファスナーが横からガバッと開くような感じになっています。結構たっぷり入るバッグになっています。で、模様はこんな感じですね。下の部分にも模様を入れました。で、ショルダー紐は市販のものを使っています。これは楽天の MI ママさんで購入したものになります。で、ちょっと大きめなショルダーバッグになっているんですけども、ペットボトルも余裕で入るバッグになっています。で、本当は内布とかをつけてポケットとかをつけるとより使いやすくなるかなと思います。あとは下の部分にバッグ底の板とかを入れると下が垂れずに使えるかなと思うんですけども、私はちょっと内布を作るのが苦手なのでこのまま使いたいと思います。で、今回エコアンダリアを使ったんですけども、もちろんコットン糸とか毛糸とかでも編めます。でもコットン糸とか毛糸とかだと編み地が柔らかいので、もうちょっと形が変わってくるかなと、しっかりした感じではなくなってくるかなとは思うんですけども、お好きな糸なのでよかったら編んでみてください。では今回は夏に使えるショルダーバッグを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。